この船とレガリアってどっちが速いと思う？レガリアなんじゃねえの？この船がレガリアくらいのスピード出せたらいいのにな。じゃ、レガリアを水陸両用に改造した方が速いんじゃねえか？ああ、なるほど。お前ら親父の車をどうする気だ？魚の居場所っていつも同じってわけじゃないよね。そりゃな。ま、習性ってのはあるだろう。時間と場所の関係はあるかもしれないな。ノクト、日焼けは大丈夫か？全然平気。ねえ、思った以上に長いな。退屈な移動時間も旅の醍醐味だろ。修正ってのは時間と場所の関係はあるかもしれないな。魚の居場所っていつも同じってわけじゃないよね。そりゃな。ま、修正ってのはあるだろう。時間と場所の関係はあるかもしれないな。
陸に戻りたい。海に出た時は一番喜んでたのにな。気持ちは分からんでもね。魚の居場所っていつも同じってわけじゃないよね。そりゃな。ま、習性ってのはあるだろうな。時間と場所の関係はあるかもしれないな。ノクト、医薬は大丈夫か？全然平気。止めるからな。してみる空も悪くねえな。遮るものもないし、星とかもゆっくり見れるもんね。Thank you.
やべえ。ホテルのベッドより眠れそう。